話目、1998年9月25日発行、神プロ11号、前田さんのインタビュー振り返っていきたいと思います。ラジオ感覚でお聞きください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、もういきなり行きますね。はい。はい。聞き手。はい、何ですか。いや、なんか今間があったから。あ、なるほど、ね、はいはい、何か言いたいことがあるか。そうですね、まあ、前回から、前回が、ま、ラストマッチぐらい体絞ってきてくださいよ、神プロさんの発言からの、うん、今度高田さん、いや、スクープ発言が挟まりましたよ。田村さんがリングスの役員にならないかと言われていたというですね。そうですね。まあ、この辺さらっと発言してましたけれど、ね、その辺が話を区切って7話、8話、9話ってちょっとずれ込む可能性があると。7話を2つに分けて、はい、7、8になるかもしれないんですけど、はい、まあ、その辺は聞いてる人はあんまり関係ないような気がしますけども、ね、それ自分の中の頭の整理ということで言ってますよね。そう、あ、そうですね。そんなこと言う必要ないですね。はい、すいません、うんうん、では続いて、聞き手が、うん、ところで10月11日には高田さんがヒクソンと再戦しますけど、うん、98年10月11日のことですね、うん、はい、2回目の2回目ですね、はいはい、で前田さんが、うん、大きく息を吸い込んでから、うんうん、そうやね、うん、高田からセコンドお願いしますって言われて、いいよって OK したんだけどね、うん、で聞き手が、え、本当ですか、うん、と言うと前田さんが、うん、でもよく考えてみたらその日はイギリスに行かなきゃいけないんだよ、うん、リー・ハスデルが向こうでプロモーションするからね、うん、キックの試合の中にリングスルールで 2,3 試合入れてやるんだけど、うん、そこにジャパン勢を貸してくれっていう話があって、うん、連れて行かなきゃならなくてね、うん、で聞き手が、いや、かわいそうだけどこの際リー・ハスデルには泣いてもらいましょうよ、うん、日本のファンのためにぜひセコンドについてください、うん、前田さんがセコンドにつくってだけでこの戦いのトーンは変わってくるんですから、うんうんうん、みんなで高田さんを応援しましょうと聞き手が言うと、ちょっとごめんなさい、はい、高田さんから前田さんにセコンドお願いしますって言われて、うん、前田さんをいいよと OK したんですよね、うん、とか、この当時の発言では言われてますね。 で、はい、でもよく考え、あ、なるほど、いいよって返事したけど、うん、後でそういえば遠征にかけない、イギリスに行かなきゃいけないっていうことだったんですね、はいはいはい、うん、うんうん、はいはい、大丈夫ですか、はい、で前田さんが、あ、ごめんなさい、聞き手がみんなで高田さんを応援しましょう、うん、と言うと前田さんがどうしよう、うん、まあ今現在は本当に調整中ってところだよね、うん、調整中、うんうんうん、聞き手が思い切った調整を してください、ここは、うんうん、で高田さんがヒクソンに勝つチャンスがあるとしたらどんな場面だと思いますか。だからおそらくですね、前田さんと高田さんが、うん、まあ、この後、うん、抜き差しならない関係になっていってしまうわけですけれども、この2回目に前田さんセコンドについてください、いいよって言った局面があったとしたら、うん、あったとしてもですね、うんうん、このインタビューをしてる頃にはちょっと微妙な空気になってたのかもしれないですよね、あ、2人の関係が、うんうん、あ、ここはちょっと前田さんとか高田さんとか、うん、あの関係者とかの話を総合してみないと何とも言えないですけれども、どう思います？いやいや、どうも思ってないんですって。あ、こう、あの、言葉通りですね。言葉通りですか、うん、じゃあ言葉通りで進めますね。その言い方の冷たい、いやいや、はい、ちょっと私もパッと思い出せない部分があるので、うん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 、時期的にですね。でもまだ、はい、お願いします、いいよ。なんかリングスの、うん、整体師の方が、はい、高田さんの体を整体するのかマッサージするのかっていうので、うんうんうん、来るって言ってたんだけれども、うん、直前で渋滞に巻き込まれて行けなくなったっていうような話があったのが、これ1回目のヒクソン戦の時か2回目のヒクソン戦の時か、ちょっと今分からがっちゃってるんですけど、うんうんうん、
なんかそんなような時期ともし重なってれば、ちょっと微妙な時期だったのかもしれないなという、うんうん、微妙な時期、微妙な関係になりかけ、なりかけ、はい、あだから前田さんにセコンドについてもらうことを反対した人たちもいたんじゃないかなという、うん、あなるほどね、その当時のプライド側にですね、うん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 、KRS 側というんですかね、まあ、この辺ちょっとあの時間軸を整理しないと、なるほどね、確かなことは言えないんですけれど、団体の顔もありますからね、はい、そうですね、団体の顔っていうのは、前田さんも一個人一選手でありリングスっていう団体の顔もお持ちなので、はいはい、ちょっとむず高田さんを応援したいって気持ちがあっても、うん、ちょっとその団体絡みになると、そうですね、うん、で、プライドの主催者側 KRS 時代ですけれども、うん、前田さんを、よしとしない人たちもいたのも事実でしょうから、うん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 、はい、そうですよね、はい、で、進めます、うん、聞き手が、で高田さんがヒクソンに勝つチャンスがあるとしたらどんな場面だと思いますか、うん、で前田さんが技術云々っていうよりも、うん、何でもありになったら、うん、どういう風なポジションで何を狙ってどういう風に戦っていくか、うん、戦略をピシッと決めていかないとね、うん、行き当たりばったりでやってるとまずいでしょう、うん、で聞き手がズバリ言って高田さんに勝機はあると思いますかと聞くと、うん、前田さんが、うん、勝つチャンスは十分あると思う、うん、とにかく悩んで戦っちゃいけないということだね、うん、前回は自分の体の調子とかいろんなものがあって自滅しちゃったって感じが強かったからね、うん、それに土壇場に来てロープを掴んじゃいけないとかバカなことやられてさ、うん、それはパニックになるよな、それに高田はここ 2,3 年精神的にすり減ることが多かったと思うよね、うん、そういうことね、そういうことの連続だったじゃない、うん、だから消耗したんだよね多分ね、うんうん、で聞き手がそういうのを聞くと選手と経営者は一緒にやっちゃいけないってよくわかりますね、うん、というか団体運営というシステムそのものが金属疲労を起こしてますよね、うん、というと前田さんが毎月毎月社員とか選手を食わしていくために試合をしなきゃいけないっていうのは大変なことだよ、どっかに道場を構えて好きなだけ練習してオファーがあれば試合しますみたいなさ、うん、そういうのから見れば数百倍苦しいよ、うん、で聞き手がそれはそうですね、だけどそれを言ったら観客の前で戦う意味っていうものを根本的に洗い直していかなきゃならないですよね、うん、なるほどね、まあそうですね、まあ、この時期はちょっとそこから今まではもうプロレス団体っていうイメージで、うん、はい、リングスも団体で運営されてて、でプライドっていう第三者の主催するリングがフリーの選手がこう契約、まあワンマッチなり、まあ契約するなり、その道場を構えなくてもいいシステムに変わってきたじゃないですか。ここがちょうど1998年がもうちょっと過渡期になる時代ですよね。で、前田さんが俺は反対にヒクソンに言いたい、ごめんなさい、ちょっと付け加えていいですか、はいはい、その団体になると道場も、まあちゃんこ代とかもそうですし、うん、そういう選手の給料、はい、給与も契約して団体が全てを保証してくれてるので、はい、その団体側にその金銭的にすごく負担がかかるわけですね、うん、はい、でプライドみたいな第三者のリングは用意すると、はい、でも各自食事とか練習は自分で各自コントロールをして主催するそのリングに上がってもらえればいいと、うん、だからそこはちょっと分リスクが 分散される感じになるので、はい、だからまあやっぱりそのプライドにしても大きくするプライドっていう舞台を大きくすることはすごく大変な作業なんですけど、プロレス団体みたいに一つの団体で選手の食事から何でか面倒を見るっていうのもすごく大変な時代ってことをちょっと付け加えさせていただきます、はいはい、で前田さんが俺は反対にヒクソンに言いたい、うん、なんでそんなに金がいるんだって、うーん、これからは団体が選手を入門させて毎日食わせて練習させて、うん、で怪我したら病院に入れて休んでる時でもギャラ払ってっていうのは、うん、いろんな意味で難しくなってくるよね、うん、でこれ、はい、
ごめんなさいね、休んでる時ギャラ払ってっていうのは、うん、なるほどね。何ですか、なるほどねというのは今どういう意味のなるほどですか。両方の面から。